本日は投手陣ブルペン投球、日本代表に選出されたこの18番滝中投手、そして大阪桐蔭で春夏連覇を出したメンバーの一人平尾投手に密着。ちなみに滝中投手は8月下旬からのフランス合宿の日本代表メンバーとして選出されています。一方平尾投手も阪神藤浪投手と同期、同志社大学ではベストナインを獲得するなど本田鈴鹿1年目から活躍し、今後大注目の左腕です。というわけでお二人のブルペン投球じっくりご覧ください。はい、早すぎますね。回ってるんですよね。微妙。わからん。打席から見たらわからん。こっちから見てやっとだ。Thank you.
こっち勘弁してください。おお、この辺スワッとする、ね、スワッと。ナイスボール。バットは折れてませんか、大丈夫ですか。バットは折れてませんか。ありがとうございました。ありがとうございました。見づらい、見えない。折れてませんか。2本目、2本目いってませんか。大丈夫ですね。ありがとうございました。見づらくない。いや全然見えなかった後ろから。ボールの出所って意識されてますか。そうですね、あの後ろが入ったりとか、はい、ようにはしてます。やっぱそうですか。体のこう中というか、ラインのところで近くであまりだからかな。ここで平尾投手の球数ノートなるものを見せてもらいました。キャッチボールだキャッチボールで、はい、試合だったとしたら試合前何球投げて試合で何球投げたかとかは、これ管理されてるんですね。そうですね。本田鈴鹿に来てからそういうの意識されるようになりましたか。やっぱり自分でノートには書いたりはするんですけど、はい、こうやってチーム全体でやっぱ徹底していこうっていうので全員にやっぱ意識も高くなりますし、岡本コーチの意見というか提案で、はい、なるほど。結構やっぱりチームとしてそういう意識が高まると、その怪我へのリスクのこうなんかリスクヘッジというか。そうですね、普段からコーチだったりトレーナーだったり、はい、コンディショニングもすごいしっかりやっていただいてるので、はい、まあ、その中で怪我はもうできないというか、もうそこはもうあとは自分のやっぱ意識なので、自己責任というか、はい、自己管理というか。なのでそれぞれ練習後のケアだったりとかしっかりみんなそれぞれ自分の決めたことがあるので、そこは意識高くできてると思います。なるほど、はい、選手としてはそのパフォーマンスを発揮しやすい環境だということですね。そうですね、はい。そして滝中投手にもインタビュー。シュートもあのカットボールも本当に打者の手元でこうパッて一瞬動くっていう。待ってて、分かんなかったんですよ、打席で。まっすぐでしたよね、ほぼ。見極めをするポイントですよね。だからピッチトンネルの先で変化してんのかなって思った。はい。かなり手元でこう。いや、本当に分かんなかったんですよ。ちなみに、まっすぐとシュートを重ね合わせてみました。まずまっすぐ、このボール。そして次、シュート。このボール、同じくアウトコースなので、同時にスローで並べてみると、いや、わずか。こりゃバッター分からんです。カットボールシュートはどういう握りで。いや、同じなんです、カットボールのシュートも。えっ、わー、全く一緒。やばいな、それ、区別がちょっとした力の入れ具合みたいなことです。そうです、もうこの角度だけで。器用ですね。器用じゃないんですよ。ほんと、いやいや、投げれないんで、はい、ずっと投げれなかったんで、ずっと練習して、やっと覚えた変化球がカットボールみたいな。投球フォームも少しこう独特なところから出てきてますよね。もともと一番上だったんですけど、はい、ちょっと上だったらダメだなって戻しました。投げやすい位置に、そうです、純粋に投げやすいところから、あとバッターに打たれないと。次キャッチャーが、はい、でもちょ
へぇー曲がり早い。あー、手元手元手すいません。曲がり早いよ。いや、いいっすね、そうやって言われると、うん、もっとそっちで曲げようって意識になってくるんでしょうね。やっぱバッターはすごいですか。すごいっすね、最前期は、まあ、1年目の時は僕、152-3 とかずっと投げて、152のまっすぐを左中間、右バッターに左中間で引っ張らないとか。今もうちょっとこっちおかしいなと考えられないやつをスピード見たら152でやってるのに左中間通です、ストレート張ってるなっていう感じはするんですか、投げてて。まっすぐしかないとね、チームがあって自分のデータが出てきたんですけど、円グラフであるじゃないですか、はい、円グラフでこうなんかもうみんなベンツみたいに、はいはい、スライダーみたいなチェンジアップみたいになりますよね。僕だけなんかチーズケーキで上引っ張った一本線みたいなんすか。まっすぐ90なんとかなんて分かりやすいピッチャーだと。あれそれじゃあ通用しないんで、あちょっとフルボディをチェンジして。すごい。もうでも間もなくですもんね、基準。いやもう、そうですね、ありがたいです。緊張して。緊張楽しみですよね、でもフランス行くのは。10%ぐらい楽しみです。8割。なるほど。みんなすごい、メンツもすごいじゃないですか。いやまあ、そこまで行ったらもう、はい、そのお一人ですよ。そうですね、相手も持ちますよ。謙虚。初心者マーク買ってこうかって。年末の日本選手権に向けても、そうですね、まず9月の予選とか、うん、過酷だからぜひね、各地域予選から見てください、うん、もうね、全国大会だけじゃない、予選が全国熱い。確かに去年の選手権で優勝した三菱重工名古屋さん、ね、今年としても出れてないんで、ですよね、日本一になったらチームも出れない。そうですね、どこが勝ってもおかしくない。頑張りましょう。我々本当頑張りました。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ちなみに背番号19番松本龍也投手は智弁学園の出身、高3春の選抜1回戦で熊本工業を抑え込んでいる実績の持ち主。この日ブルペンに入ってなかったのでキャッチボールで調整ということだったんですが、えぐいボールずっと放ってました。このボール、これです。来年のドラフトに十分かかりそうな逸材。ぜひ皆さん、今後松本投手の活躍に注目です。お待たせしました、あっぱれ夏の迷彩 T シャツ入荷です。週7で着ることを強く強くおすすめいたします。